こんにちは、カーピです。さあ今日も3月の最強戦に照準絞ってカープ人生オーダー強化やっていきましょう。今日の更新、アニバーサリーセレクション第2弾来ましたね。60連自治名スランク確定のガチャとアニバ2弾無料10連も来ています。イベントは俺の救助飯でしたね。期待のキャラバンはありませんでした。ラインナップ、カープからは鈴木誠也選手登場しました。鈴木選手、メジャー移籍の報道出てますね。まだシーズン途中なんで本人のコメントはないんですけど、これはもう覚悟していたことなんで、本人が行きたいなら応援するだけです。そこで問題になるのが、鈴木選手ベスト9タイトルホルダーで登場するのか問題ですね。ベスト9タイトルホルダー、毎年1月から開催される NPB のベスト9ゴールデングラブ賞、各種タイトルを取った選手が登場するセレクションですけれども、例年だと移籍した選手はこれに登場しないんですよね。てことは鈴木選手、シリーズ2ではこのアニバ以降登場はないかもしれない。次に新登場するのは2022シリーズ2ワールドスターかもしれないっていうことですね。はい、この辺を鑑みてどうしても鈴木選手が欲しい場合は、今回の自チーム確定チャンスで取っておいた方がいいかもしれませんね。ではいつも通り各球団の選手に一言コメントをして、それからガチャに行きましょう。ホークス柳田選手、はい、いつ見ても最強ステータス。ロッテ藤原選手、能力修正あったらいいなと期待していたんですけどね。来季の能力アップに期待しましょう。西武殿崎選手、アニバの恩恵が大きい選手ですね。能力プラス1になることでパワー走力 A 同時が可能になっている。第3特能も走塁から選抜に変わりますから、明らかにアニバ版の方がいいですね。楽天松井選手、アニバ3年ぶりの登場。久しぶりにサインを見たらサインちょっと変わりましたね。日本ハム伊藤選手、伊藤選手も能力修正あるかなと思っていたんですけど、変更ありませんでした。来季シリーズ1に期待。オリックス山本選手、はい、今年はもうこの人の年だったと言っても過言ではない。 B 球種5つも持ってるのか。いや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 。岡本選手、シリーズ2から守備の数値上がりましたね。ベスト9タイトルホルダー、微妙なラインですね。シーズン終わってからタイトル決まってから狙うかどうかを決めてもいいかも。藤浪選手、写真かっこいいな。今年は復活の兆し見えましたね。中日大野選手、すごい能力ですね。リーグでは最強クラスになるでしょうね。ベスト9タイトルホルダーはないと思うし、ここで取りたい選手の一人。DeNA オースティン選手、外野のベスト9有力候補ですね。ヤクルト奥川選手、能力情報修正入りましたね。制球力今後どこまで上がるか楽しみ。というわけでガチャ回していきます。僕ももちろんこの鈴木選手を狙ってガチャ引いていきますと言いたいとこなんですけど、はい、ネタバレしてしまうと、今日のガチャ更新待機ライブで無料10連の方を引いて、はい、鈴木選手当たっちゃいました。というわけで僕は今回この選手、山本選手を狙います。セカンドチームオリックス強化、そしてオリックスの優勝記念ということで、自チームオリックスに変えて、はい、じゃあこれで60連いきます。お願いします。いやー、ガチャ更新待機ライブ本当にびっくりする展開でしたね。アーカイブ概要欄に貼ってますんで、よろしければご覧ください。鈴木選手どうなるでしょうね。メジャーカープは誠也さん抜けられるときついですけどね。そこは戦力の底上げと外国人選手で頑張っていくしかないでしょう。さあ、期待のエースからSランクに座るか。笑わない、最近笑顔ないよな。更新だけでは笑ってくれたけどな。ナイス、これはいい兆候。また来た、オースティン選手。おお、アニマじゃないけど。最後はすごいな。え、どうしたの、アニマめっちゃ弾けるやん。20連目お願いします。はい、今回はオリックス山本選手取りに行きますけど、オリジン戦オーダーは今こんな感じ。はい、意外と山本選手にはこれまで縁がないんですよね。 A はいっぱいあるから、 S が取れたらすぐ極み、極意症マシンになってもらおうと思います。バッティング練習意味ないな、当たんないね。 S がないならザクザクに前なく頼む。今永選手 OK、極意症にゲット。また来た、おお、アニバ、これは来てるぞ。アニバテーブル来てるぞ。ザクザク、ほら、ちょっとすごない、このアニバ率はすごい。 S でこうなったら嬉しいけどな。最後はアニバ率って何パーセント、これ裏返った。アニバランク 30% か。では30連目いきましょう。 S ランクアニバ確定、いきます。さあ、今回のアニバは皆さん誰取りますか。
僕は瀬谷さんと山本さん以外なら藤原選手、藤波選手、大野選手、奥川選手ですね。母体がない選手が欲しい。得意商品を育成したい。さあ確定の割には演出渋ない？さすがに笑うっしょ。最近笑顔控えめ。なんでだろう、嫌われたんかな。調子くん、なんかしたかな。身に覚えはないけどな。戸郷選手か、これから詰めていきたいな。さあ最後 S ランカーには確定。山本さんなら60連目どうしようかな。あー持ってる。40連目、アニバ併設イベント俺の球場飯でしたね。キャラバン期待した中でちょっと残念ではある。ひょっとすると6周年福袋のタイミングでキャラバン来たりして、ありえると思う。さあ確定外からもエスコイ、そろそろ笑って。くっそこんな野郎。まあでもしゃあないか、最近寒いからな。体調悪いか。体調が悪いならしょうがない。そんな時はしっかり休んで。最後はこの運を S 確定で使いたかった。50連目。はい、今この動画撮りながらカープ対ヤクルト見てるんですけど、せいやさんスタメン入ってないですね。やっぱりコンディションが完璧じゃないのかな。ホームランまであと1本、なんとか打ってほしいな。できれば2本打って40本到達してほしい。そろそろ確定外から S ランク来てもいいはず。なあ、調子くんもまあメンタルがね、笑いたくない時もあるよね。そんな時もある。トメさんナイス。体調が悪い時は無理しちゃダメだ。殿崎さん極意書もついてきた。最後、いやどうしたんだろうね、この引きをガルスレで頼む。ではラスト自チーム確定枠お願いします。さあ自チーム確定枠、今回は山本選手を取ります。せいやさん、侍からの継承はどうしようかな。まだ待ってもいいですね。アニバコンボはクリバさんで出るんで問題ないし。てか確定の割には演出が渋いと思ったらバット当たった。はい、60年分の笑顔ありがとうございます。2枚引きどうかな、これちょっと期待薄か。ないかな。ないな、これはないな。はい、ラスト山本選手確定、オリジン戦のエース降臨どうぞ。はい、ありがとうございます。パリーグ最強投手山本選手をゲットしました。はい、じゃあ最後にお知らせをして終わりにしたいと思います。 OB ダルビッシュセレクション、ダルビッシュさんが選んだ12選手のヒントを各球団の純正やってる YouTuber が出すということになってるんですけど、僕カーピは広島のヒントを出させていただくことになりました。ヒントの入った動画は11月1日月曜日に出す予定です。同じく広島のヒントはヤーマンさんの動画でも公開されますんで、ヤーマンさんのチャンネルも合わせてご確認ください。以上